ジュエラーのドライバーとワニ口クリップを使用してベンディングを調べるサーキットベンディングは低電圧で電池式のギターエフェクト、子供のおもちゃ、デジタルシンセサイザーなどの電子機器内の回路を創造的で機械に基づくカスタマイズを行い、新しい楽器やビジュアル楽器、サウンドジェネレーターを作成すること。自発性とランダム性を強調し、 サーキットベンディングの技術は一般的にノイズミュージックに関連付けられているがもっと多くの従来の現代音楽家や音楽グループが曲げた楽器を実験していることが知られている。サーキットベンディングには通常機械を解体し回路を変更するスイッチやポテンションメータなどの部品を追加することが含まれる。サーキットベンディングした ウォークマンサーキットベンディングで使用された1989川崎トイギターサーキットベンディングはキーボード、ドラムマシン、電子学習製品などを音を出す安価な中古電子機器を使用して実験することを含む2014年6月30日付のエレクトロニックミュージシャンによるとイノベーターは手電源式の機器で実験すると火災や死亡の危険があるため 電池式の機器で実験すべきであるとしている。サーキットベンディングで使用されたヤマハ PSR-6 もっとも単純な入力であり、サーキットベンディングの代表的なものは、ボディコンタクトであり、演奏者が触れることで回路が音を変化させる。これらの回路点には、金属製のつまみ、板、スクリュー、スタットなどが配線されており、機器の外側からアクセスしやすくなっている。 サーキットベンディングでは、創造的な実験が重要な要素となるため、ショートが生じて、部品の故障など、好ましくない結果につながる、可能性が常にある。特に、コンピュータのチップのリード線に、電源やコンデンサを直接接続すると、チップが破壊され機器が動作しなくなることがある。サーキットベンディングを始める前に、電気、電子製品を扱う上での基本的な危険要素の、 見分け方や AC 電源での危険の回避方法などを学ぶ必要がある。安全上の理由からサーキットベンディングを行う人は回路系などの基本的な電子機器をいくつか持っている必要がある。同様の手法はミュージシャンやエンジニアによっても使用されていたが音楽制作でのこの手法は1960年代にリードゲザラにより開拓されたものと考えられている。ゲザラは 1966年におもちゃのトランジスタ増幅機が偶然にも机の引き出しの中の金属物とショートしてしまい、異常な音が流れたことをきっかけにサーキットベンディングをした経験を持つ。ゲザラは自分が最初のサーキットベンダーではないとしながらも、1992年にサーキットベンディングという言葉を造語している。 セルジュモデュラーシンセサイザーの設計者であるセルジュ・チェロプニンは1950年代にトランジスタラジオで行った初期の実験について述べている。この実験ではそれらの単純な電子の機器の中に感度の良い回路の点を見つけ、それをプラスチックのシャーシ状のボディコンタクトに引き出していた。マークとリードの実験に先立ち、 他の先駆者たちもボディコンタクトのアイデアを模索していた。最初期の一人であるサディウス・ケイヒルのテルハーモニウムはタッチセンシティブであったと言われている。1984年以降、スイスのディオボイス・クラックはクラックドエブリデイ・エレクトロニクスと称して一般的な電子機器を操作して音楽を制作した。クレクドゥーズ、ありがとうございます。